島津高子、島津高子、島津田、過子、1939年、昭和14年3月2日台は、日本の元皇族。昭和天皇と皇順皇后の、第五王女、第七子。旧名は、菅宮高子内親王。おしるしは立花。君党は、君一党。金城天皇、皇子文人親王、黒田清子のおば、秋人、 第125代天皇、上皇と、日立宮正人親王の妹。他の姉に、東国重子、九宮祐子内親王、陽節、高塚咲子、池田厚子がおり、七人兄弟姉妹の抜子である。2019年、令和元年5月1日現在、存命中の昭和天皇の子女で最年少である。1939年、 昭和14年3月2日午後3時55分、三気づいた、高順皇后は三殿に入り、午後4時35分、第五王女で七人の未婚女の抜子を出産する。誕生時の身長は51.2センチメートル、一尺六寸九分弱、体重は3503グラム、九百三十五問目弱、であった。5時50分に、父天皇と対面し、6時50分には、長子、 てるのみやしげ内親王おいの姉ぐうたちと対面した。守り刀は、合算さ勝の作。8日に命面式が行われ、聖宮高子、読み、菅、のみや高子と名付けられた。この称号と名は、万葉集六巻戦五番の山部赤人の増加に由来している。これは、長兄つぐのみや秋人親王が、明治天皇の大京旋風に由来した以外。 和書を転居とする命名としては初であった。ただし、叔父の高人新王が創設した、三笠宮の宮号も万葉集によし来る。学習院大学文学部、イギリス文学科在学中の1960年、昭和35年3月10日、日本輸出入銀行員であった、島津久長と結婚し功績を離脱した。久長は、日向佐渡原藩主家の、 第14代当主である、島津久典白爵の次男で、薩摩藩12代藩主、島津忠義の孫、孝順皇后のいとこにあたり、学習院時代は、長兄の皇太子、秋人親王の学友でもあった。高子は、結婚に伴い学習院大学を中途退学した。当時は、結婚のため大学中退した場合は卒業生として、扱われた。 皇太子、昭人親王と翔田道子の結婚を機に、昭和天皇の退位を求める世論もあったが、聖宮と久永の婚約という刑事が間髪を入れず、判明したことで盛り上がることはなかった。皇太子、昭人親王と翔田道子の婚礼を1月後に控えた、1959年3月19日、毎日新聞のスクープによって、 島津久長との婚約が明らかとなった。聖宮は、見合いで、平民と結婚であるとし、正田道子が、恋愛結婚で、皇族と結婚したことと比較して報じられ、女性週刊誌の皇室報道が華やぎを増した。新聞のスクープを週刊誌が昇報し、女性週刊誌が、女性目線で話題を維持する、という戦後皇室報道の流れが完成された。こうして、 同年の間、道子妃と菅野宮は、ライフスタイルやファッション等、あらゆる面で注目を受けた。聖宮は、結婚によって、皇室を離れたにもかかわらず、実質的には、皇族女性として、世間の憧れの的となった。結婚会見での明るい様子が、新しい時代を感じさせるもので、今なお名会見と言われる。また、この直前の誕生日会見の際の、 私の選んだ人を見てくださっては当時の流行語となり前年の皇太子夫妻の結婚と菅の宮の言葉をきっかけに恋愛結婚が増えるようになった。皇太子夫妻や菅宮は恋愛結婚、男女平等、自由の象徴として若者世代から人気が高かった。加えて夫となった久長も人並みの苦労を経た堅実なサラリーマンとして 好意的に受け止められていた。そのため、夫妻は理想の夫婦像として取り上げられており、結婚後は世田谷区の新居にヤジウ馬が詰めかけるなどブームを作った。また、高子はペレスプラード楽団のファンであったことが知られ、同楽団はご成婚の折にプリンセススがという曲を作っている。特に新婚旅行では母さんを兼ねて佐戸原藩ゆかりの宮崎県を マスコミ同伴で訪問したことは、その後の一大観光ブームの形成に大きく影響している。夫妻は5月1日に豪華客船、紅丸で神戸を立ち、5月3日に宮崎入り。客船上では、コ津ズ行と中村名子夫妻と共にテレビに出演し、宮崎県、神田親鹿児島県霧島高原での中むまじい、様子も詳細に報じられた。また、 高子のファッションにも注目が集まった。久永との間には、1962年、昭和37年に定ダあとカメラマンを設けている。1963年、昭和38年に、週刊誌、女性自身が実施したベストドレッサーは誰かというアンケート調査では、1位の淡路恵子に次ぐ2位であり、3位であった。 皇太子妃道子を上回る評価と人気があった。1964年、昭和39年4月29日、生存者叙君再会により、君位等法官賞受賞。同時期に、夫、久永の米国府人に同行した。5月1日に、夫妻がワシントンへ向かう際には、時系の吉宮正人新王、おじの三笠宮隆人新王、自主の高塚佐高子。 年道夫妻、長子の夫で、元皇族の東国森厚、伏見弘明、姉の夫、池田隆生、宮内庁長官の宇佐美武氏、そして、久長の母を含む、親族、友人約百人による盛大な見送りがあった。結婚後も、派手な言動に関し、批判を受けることもあった。例えば、1968年、昭和43年に、地期である、 バンジャケット副社長、石津雄介主催のパジャマパーティーに参加した際は、週刊誌等で酷評された。またインテリアコーディネーターの資格を取り、1970年、昭和45年、東京プリンスホテル内のショッピングモール、ピサに就職した際には、区内庁休務課は、私、企業だと好ましくないと表明。高子は、こうした賛否あることを踏まえつつ、勤務に意欲を示した。 1970年、昭和45年に開催された大阪万博では、開会式、閉会式のテレビ番組で司会を務めるなど、タレントとしても活動した。このことについて、感想を問われた父天皇は、国民と皇室の距離が近づくことを好意的に捉えつつも、細部の感想については、言及しなければならないと言葉を濁している。1975年、 昭和50年11月、夫、久永のシドニー駐在に同行し、渡航、二度目の海外居住となった。2005年、平成17年11月15日に、名のノリノミヤ・キヨ内親郎、皇籍離脱後、黒田・清子の結婚の際、直近の内親郎の高下の例として、また、皇室出身らしからぬ、トークの歯切れの良さから、複数のディアに出演した。 2019年、令和元年5月1日時点で、健在の昭和天皇の王女、内親王は、姉の池田敦子と高子のみである。民間企業、名誉職とはいえ、プリンスホテルの取締役で勤務する、島津高子は、ことの王女と呼ばれる。高子は確認されているだけで2回、誘拐事件の対象となった、いずれも未遂、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。